この動画は2021年4月21日に撮影されています。撮影した動画は編集した後に YouTube に2年後に公開されるようにアップロードされます。なので、この動画が公開されているのは撮影の2年後になります。今朝ミーティングをしていました。まあまあ、こういうミーティングができたかなと思います。その後、今日は明日の社員総会の資料を作らないといけないです。結構な時間喋らないといけないんですけど、まだスライドがそんなにできてない。1、2、3、4、5ページぐらいです。やっぱりちょっと1週間くらい前の出来事がでかかったなと思います。自分の考えを共有することが本当に億劫ですね。まあ自分だけの考えじゃないんですけど、とはいえいろんな人の意見を聞いてまとめて話す、その部分でちょっと疲れを感じています。たった一言のソーシャルネットワークでの発言だったんですけど、まあかなり気分を害しているし、やる気もそがれちゃったって感じではあります。頑張っていかないといけないので頑張ります。今やっとちょっとした休憩で、もうすぐもう一本最後のミーティングが始まります。それが終わってから、やっと明日の朝までにやっとかないといけない資料作成に取り掛かれるんですけど、もうすでに、16時、次のミーティングが終わって17時。余裕がないです。ちょっと辛いし、全体分量があんまり把握できてないくらいちょっとわかんないので、頑張っていきたいと思います。夜寝れるかどうかわかんないな。最後のミーティングが終わって、いよいよ資料作りに着手しないといけないです。頑張ります。ずっと今日はなんかわかんないけど、部屋のベッドでずっとラブが寝てて、いびきをかいてます。夕ご飯を食べました。今、もうそろそろ夜の9時。資料の方、出来上がる気配が全くしないというか、本当に気が向いていない状態です。気が向いていないというか、なんていうか。頑張ります。そろそろ4つ作らないといけない資料のうちの1つが出来上がりそうです。もう夜の12時です。やばい。深夜1時。やっと1つ目の資料が終わり、あと残すは2つ。多分5時、6時ぐらいまでかかりそうな気配ですね。ラブも一緒に。過ごしてくれてます。
すごくお腹が空いたわけじゃないけど、刺激を胃袋に。3時半、もうそろそろ朝です。ラコがずっとそばにいてくれてます。眠たい。朝の5時半です。2個目の資料ができました。あともう1個資料を作る必要があるんですが、ちょっとだけ寝ようかな。